ジェームズ・アルフレッド・エニス3世はアメリカ合衆国カリフォルニア州ベンチュラ出身のバスケットボール選手。ポジションはスモールフォワード。大学時代は転校を繰り返し2011年に転校したロングビーチ州立大学で頭角を表す。最終学年の2012から13シーズンは BWC の最優秀選手に選出されるなど飛躍のシーズンとなった。 エニスは2013年の NBA ドラフトでアトランタホークスから全体50位で指名された後、交渉権がマイアミヒートに移動。しかし、2013から14シーズンは NBA ではプレーせず、2013年8月にオーストラリアのパース・ワイルドキャッツと契約。ワイルドキャッツを2013から14シーズンのリーグ優勝に導いた。 2013から14シーズン終了後、エニスはプエルトリコに移り、バロンセストスペリアナショナルのパイレーツでクエブラディージャスと契約した。2014年7月、正式にマイアミヒートと2年契約を締結。10月29日のワシントンウィザーズ戦で NBA デビュー。ルーキーシーズンは62試合の出場で、平均5得点を記録した。 2015年11月10日、マリオチャルマーズと共にメンフィス・グリーズリーズに移籍。しかし、グリーズリーズでは負傷者が続出していたにもかかわらず、D リーグ行きを命ずられるなど、10試合の出場に終わり、2016年3月2日に解雇。その後、2016年3月30日に、ニューオーリンズ・ペリカンズと10日間契約を締結。9試合の出場で、 平均16得点の好成績を残した。4月9日、ペリカンズは、エニストシーズン終了までの契約を交わした。2016年7月13日、ヒート時代に教えを受けていた、デビッド・フィッツ・ゲールが、ヘッドコーチに就任したグリズリーズに、2年600万ドルの契約で復帰。2016から17シーズンは、先発を予定していたチャンドラー・パーソンズが、 シーズン通して負傷に苦しんだこともあり、64試合に起用され28試合に先発出場した。2018年2月8日、ブライス・ジョンソン、将来のドラフト2巡目指名権とのトレードでデトロイト・ピストンズに移籍した。2018年7月13日、ヒューストンド・ドケッツと2年約340万ドルの契約を結んだ。2019年2月7日、 2021年のドラフト2巡目、指名権との引き換えに、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズにトレードされた。2019年7月12日、セブンティー・シクサーズと2年約410万ドルで再契約した。2020年2月6日、2020年のドラフト2巡目、指名権と引き換えにオーランドマジックにトレードされた。ありがとうございます。